したですか？はーい。シーナ、おやすみです。シーナ、今日用事あるか？いや、久しぶりに俺の家に来ないか？いや、そうだな。安心しろ。今日は親父もおふくろも一緒に出かけてるから帰ってくるのは遅いんだ。顔に出てんだよ。よし、じゃあ行こうぜ。
に何の用もないぞ。とりあえずテレビでも見るか。双葉ちゃんがいなくなってからこうして二人でいることもすっかりなくなったしな。シーナ、俺に何か話したいことがあるんじゃないか？当たり前だろ。どういうことだよ。無理だよ。そう都合よく行くわけねえだろ。双葉ちゃんがいた時とは何もかも違ってるんだよ。あの頃は何もかもがうまく鞘に収まってた。でも今は双葉ちゃんがいなくなったことでそのバランスみたいなものが崩れたんだ。俺だってあの頃に戻れればって思ってるさ。でもそれはただの甘えでしかないんだよ。シーナが俺や千夏を仲直りさせたい気持ちはわかる。でも今の俺たちじゃ簡単に解決できなくなってるんだ。それだけ俺たちも変わりつつあるってことなんだよ。だから悪いが今はまだ何とも言えない。千夏の気持ちだってあるし、俺だって。Thank you.
ら、シーナ。どうしたの？うちに何か用？
スが湧く。ハロー。お家の方は大丈夫？もし行き遅れたら責任取ってもらうからね。もう予約しちゃうもんね。若い子の方がいいもん。したかったら先生にかっこいい男の人を紹介しなさい。そしたら許してあげる。
ちゃった。大丈夫？ほら、早く立って。人が見てるわよ。わかってるわよ。ちょっと待って。すいません。わざわざありがとうございます。え？ああ、ヨシキさんじゃなくて、タカシさんのお友達でしたよね。私、七瀬ゆかと言います。でも、私って初対面の人にはこうして頭下げちゃう癖があるから。そういえば、そうですよね。私ったら何言ってるのかしら。大丈夫です。怪我もしてないし。やだ、ボロボロ。うん。宅配便。そこのコンビニで送ろうと思ったんだけど。え、でも。でも、それじゃあ椎名さんが。それじゃあ、お願いしちゃおうかな。
何ですか？何かすごいもの想像してません？やだ、誤解しないでください。これ、漫画なんです。部屋に置いてあると邪魔だから実家に送っちゃおうと思って。この年で少女漫画が捨てられないなんて。そうですか。椎名さん、ありがとうございます。おかげで助かりました。ええ、これなら実家まで大丈夫だと思います。幸せを見つけてあげられるですかね。初音に魔王、それにリカ子、椎名を幸せにできるですかね。おにゅう、せめてカリンが椎名を幸せにしてあげられたらいいですのに。
幸せ探しは難しいですの。